福山選手、お疲れ様です。お疲れ様です。まずは結婚おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。結婚発表してから、はい、初めて迎えるホーム戦となりますが、はい、いかがでしょうか。そうですね、まあこれといって多分変わらないと思いますけど、まあしっかり新しい家族もできたので、まあ、自覚を持って、まあ、勝ちを届けられたらいいかなというふうに思ってます。結婚発表、リリースが出てから、周りの方からの反応とかありましたか。まあ、チームの人にも、祝ってもらって、まあ、多くの昔お世話になった人とか、まあ、知り合いの方からもたくさん連絡いただいて、まあ、みんなにそうやって祝ってもらって、すごい、幸せな気持ちです。そして今節はホームでの開催なので、ホームでは絶対に勝ちたいところですが、サポーターの皆様にどんなプレーを見てほしいですか。まあ、やっぱ自分の持ち味は守備のところだと思うので、まあ、しっかりと相手からボールを奪って、攻撃につなげるっていうところを、サポーターの皆さんにお見せしたいなというふうに思います。最後になりますが、ファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。まあ、しばらくホームで勝てていないので、久々に、気持ちよく勝って、最後一緒に、喜び合いたいなというふうに、思います。なので、ぜひ、スタジアムに多くの方に足を運んでいただいて、一緒に戦っていただければと思います。応援よろしくお願いします。